鍛冶屋のおっさん、この先かわいいやつあり。よう、進化ウターナウ。ウォーナウアストラのアンドレイ。見ての通り、鍛冶話なら近いになれると思うぜ。武器を強化させることができるんですか？止まるんじゃねえぞ。いて、今弾かれたよね、俺今。弾かれた。で、こいつ弾くんだよ。やばい、すいません。すいません。あ、やばい。いや、パンチングフォルムになった。パンチングフォルムになった。やべってこれ。ちょっと待って、こいつ強い。謝るからさ、謝りたい。いない。もうダメなの？謝りたい。すいません、ごめんなさい。もう鬼強え、こいつ。積んだのか俺は。しかもこいつ体幹がバグってるわ。生まれながらの。お前が救えよ世界を。もう誰よりも強いだろこいつ。なんだこいつは。くそ。後で謝って許せるの？わかんない。まあ謝れる機会があるのそうなんで、今回は無視しましょう。免罪お願いしてる。え、俺あのおっさんと仲直りするのに1万1500ソウルいるの？迷惑料と慰謝料か。これがちーちゃんの120万か。やらなきゃよかったって。ちょっとチクッと攻撃したつもりが120万を請求されることになってしまうとは。すごいね、この世界の縮図なんだね。やっぱりダークソウルはそういったネットリテラシーまで教えてくれる神ゲーだったということか。